祝賓祭祀は、李氏朝鮮の第十九代国王、祝宗の品。第二十一代国王、英祖の聖母。送り名は、和慶。本願は改修。後日、両儀制を追贈された最高限の娘として、1670年に生まれた。祝宗二年に七歳でいる宮下とされている。宮廷の娘出身とされる説もあるが、実際には、 ハリボーに所属していた救助である。後に対立する貴品長子も元は、ハリボーの助官であった。ハリボーの助官は王族に仕えるイタリミツの助官に、ついで行位であった。後に、人志験王公付きの内ち人となる。1689年、人志験王公敏氏が廃位され貴品長子が王妃となった。その後、祝層の調和を受けて、昭和三軍になり、 祝葬19年4月26日に祝日目になる。その年、王子を産むが、2ヶ月で亡くなる。昨日犬開局で、一試験王公が福井された年の9月13日、延べくん、後の朝鮮の21大国王の英奏を生んだ。それに先立ち、同じ年の6月2日に、祝儀になっている。祝葬21年6月8日に、貴人、クイーン、 十一な相当になる。祝葬24年7月7日に幸むが3日で、亡くなる。祝葬25年6月13日、前年に、第6大朝鮮王丹州が241年ぶりに、福井されたことを祝賀して、小一品相当の祝品となる。1701年10月から1704年4月の、間に、本宮の小徳宮を離れて、梨宮に居所を移す。 ナシグうは、祝品坊と呼ばれるようになる。祝三37年6月22日、祝宗は、祝品祭祀を、祝品坊から息子、延べの居所へと移し、母子で暮らすようお命を下す。1716年頃から急に病がちになり、指定で療養していたが、1718年3月、息子、延べの指定で亡くなる。去年49、ありがとうございます。